今回もまも舞姫大学の動画の方を拝見しましたなんかね運命の日3月21日だそうですよそして運勢っていうのはその日に関わるものとか週に関わるものとかね月に関わるものとか年単位で関わるものとかあるみたいですまああの私なりに解釈すると昔その運命とか運勢っていうのは 天候を主に意味したんんでなないかなと思うんですよ。例えば雨が続く時ってのはなかなかね作、えー、付けもできないし農作業ができないからああこれはなんか神様が私たちを邪魔してるなと何か怒らせるようなことしたんだろうかみたいなね運の悪い一、えー、日とか運の悪い一週間みたいな感じで整えたのかなという気もしますけどもそして逆にですね「カンカン照りの日」っていうのも神様が怒ってカンカンになっているみたいな。だから、あー日出りが続いて、 水という恵みがなくって、農作物がどん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 駆逐されていってそれによってなんかね人間を整理していいるるんんじじゃないかなかう,うに感じたりするんですでよね。まあ、そういうことを私はねぼやぼやと思ったりするわけなんですけども実際どうなんでしょうかね運勢ってのはおおむね人の生命とか健康に関わることが多いと思いますけどもやっぱりねどっかの地区で生命や健康にこの自然環境の変化によって危機が訪れるとね そこで暮らしている人は生き残ろうと思って別の土地に移動するわけですよ。別の土地に移動して作物や収穫物を得ようとすると、その土地にいる人がやっぱりね、快くどうぞどうぞって分けてくれる人ばかりではないと思うんですよね。そういったところで他民族の侵入とかで、まあ争いが起きたり、淘汰が起きたりするのかなと思います。考えてみると、かつてね、ユーラシア大陸でも、強度っていうね、あの北方民族がいまして、その強度っていうのが南の方に降りてくるときに、 万里の頂上でこう防いだみたいなね、まあ、そんな逸話があって万里の長城っていうのはそういう風なね民族の移動によって起きる対立から我が国民を守るために作らせたというね、まあ、そんなお話も聞いたことがあるかなと思います。 まあ、都画運勢っってていうのは天候に関わるっていうのではないかなかとそしてひいては人間の生命とか健康にねものすごく影響を及ぼすからだから多くの人が気にしてるんじゃないかなと思いますしその日付によっていい日付悪い日付があるのもうなずけることであるかなっていうのはやっぱりね特定の日に洪水が起きやすかったりとか特定の日に干ばつが起きやすかったりとか そういうういいこととが関わってるんではなかろうかろ思いますね。やっぱり秋には収穫が主にありますんで魚も多く取れたりとかそれから木の実とかね、えー、田植えとかも収穫がそういった時期に来るのかなと思いますし、うん、やっぱりバイオリズムが、うん、自然界にもあるんでしょうねそういったものに人間がいかに合わせていくかってことが、まあ、運勢に関わってるとも言えるのかなと思います。 さあこの辺はどううなんでしょうかねこのメカニズムは想像するといろいろと説が立つもんですけどもこういったところはまたね真姫大学の方から色々と知識を得たいなとと思っておりますところでね運のいい日とかうんなんかこういい日ってのがあるのは分かるんですけども逆にほら大作会みたいな感じでね細木和子さんが昔ね「大作会地獄に行くわよ」みたいなねやってましたけどああいう日とか「天中札」っていう風なねあの良くないバイオリズムが重なる日とかうんまあ、そんなのもあるのかなと思うんですよ。 うんでそういう風なねなんか物事をこういう日にはあんまりやらない方がいいよみたいなね昔も六曜っていうのがありましたけども大安吉日とかね仏滅とか言いましたけどもあれはどういう風に解釈すればいいのかなっていう風に考えたりもしましたね今回ね例えば大いに案ずるなかれということでね大安というのが示されていましたけども、うん、とかく昔の人の概念と今私たちが六曜というものを解釈する時に全く逆の 概念で理解していることもありますよね。まあ、これはあの占いではないんですけども、運勢ではないんですけども、あの流れに竿をさすっていうふうなことわざがあると思います。流れに竿をさすっていうと、も、ま、う、あ、いかにもね、なんか順調に流れていったものをせき止めるみたいな雰囲気がありますけども、実は流れに竿をさすっていうのは、まあ。 水が流れて川が流れてるところに船を浮かべてね船で船頭さんがさーっとね進んでる時に流れに竿を刺してさらに速く進むんだみたいなね実は物事を加速させるために使う言葉だったらしいんですよ流れに竿を刺すってのは。 もっと順調ににいくためにみためみなね流れに差を刺したなって言ったらもっとうまくいきだしたなっていう意味らしいんですけども現代ではなぜかねお前流れに差を刺すなよって感じでなんかねちゃちゃを入れるみたいな雰囲気になってきますけども今私たちが捉えてる意味とは全く逆になってしまったってことなんですよね。はい、ということでね言葉をいろいろと探ってみると。 なんかその本質が見えてくるのかな歴史が見えてくるのかなってきましてなかなか面白いもんでございます、はい、今回の舞姫大学の,この特別講義ではないんですけどもね舞さんから送られてきましたさんから送られてきました動画に関して私が今ね感じたことをつらつらと喋ってみましたけどもいかがだったでしょうかそれではまた次回の動画でお会いしましょう肩が痛いねやっぱりまだね痛い